スパチャルケスケとシャウトアンガタポトキラトのアンガタ。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻こちらです。6時10分ちょっと前でございます。オープニングから風呂入ってるってやばいやばい。何かないよな。どこの露天風呂かと言いますと、はい、石川県にある金城温泉という温泉に来ております。おお、めっちゃいい。店主の人たちもめちゃめちゃいい人で、めっちゃいい人。本当にあったかいと。今回はそんな金城温泉の露天風呂で何をするかと言いますと、はい、露天風呂に入りながらならコーヒー牛乳無限に飲めるんじゃないか説。あなたがすごい活躍することを期待しております。別に帰れませんじゃないか。飲み切るとかじゃなくて露天風呂に入りながらやったら無限に行けるんじゃないかっていう検証でしょ。検証や。なのにお前はいち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 朝から喧嘩を売ってきた。いやちげえということで目の前には100本のコーヒー牛乳を用意しました。はい、やばいでしょ。やばでもやっぱお風呂の後って言ったらね、コーヒー牛乳とか牛乳とかフルーツ牛乳ですから、はい、まあ無限なんじゃないですか。やろ。洗脳されてきた気がする。計算上1人20本飲めば100本助け、まあ、まあそれで一応無限説は立証って。そうまあだけど、あの自分が何本飲んでとかほんまにそういうのやめてほしい。いやお前やろそれ。ほんまにいやーコーヒー牛乳がいい感じにモザイクしてくれてるんでね。いいじゃん。飲み詰めればスプレーほど全員のあとになってくるんで気をつけてください。そうですね、ポロリしちゃうってやつ。今回ね、特別にコーヒー牛乳をここで飲ませていただけるっていう感じですね、はい、ありがとうございます。めちゃめちゃいい人じゃん。ほんとありがとうございます。じゃあ早速、1本ずつ手に持ちますか。乾杯しますか。はい、乾杯しましょう。一度も夢見たことあるよ、露天風呂でさ飲み物飲みたいみたいな。え、マジ今美味しそうに見えてる。やばいやばい。じゃあ100杯飲みましょう。乾杯乾杯。うまい。うまっうまっ。あ、うまっ。いや、俺ちょっと温まってくるわ。あ、全然そういうのもありですから。単純計算、この分の汗かけば入るからね。確かに。2本目いきますか。乾杯。はい。俺コーヒー牛乳その好きちゃうねんな。あ、お前ふざけんなよ。飲んでるわ、ワンマンの逆に。飲んでるやんか。あ、こうが来ました。あ、熱い。さあ、どんどん飲んでいきましょうか。これはもういいかなっていう。いや、MC がそれはふざけてるわ。ただ痛いのは許せよ。ちゃんとシャワーで洗ってきてて。死ながら洗ってくるよ。甘いの好きやろ。ここはさ、もうおっちゃんとか借り合ってほしい。はいはいはい、キキキのぎ、はいはいはい。きつい。いや、ほんまにきつい。マジできつい。俺こんなフルーツ牛乳の方がよかった。あ、フルーツ牛乳の方がええわ。おっちゃん6本目、マジ俺6本目やってきた。えっ、そっちにした。こっち取れなくないからさ。すげえ。やばやばい。ちょっとね、挟んだ方がいい。休憩はあんく、早く戻ってきてよ。はい、ほんま、もう長いね。長いね。今こうがなんぼ持っちゃうわ。これ7、お、2、24です、今4分の1終わりました。あー、もうあっという間に4分の1は戻ってきたで。もう今俺らパチ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 やから呼べよ。ちょっと、じゃあ空き耳して。とりあえず4本飲んでんね、カメラの前で。出ないと俺らスタートできる。あらー、気持ちいい。あはは、こうやってさ、カメラスクロールさせて一人だけ飲んでんねんな。お風呂の CM やん。ちょっとー、もし喉越しよく飲んでもらわないと。そうだね、ほんとにお願いします。ちょっと次行こう、次。はいはい、アクション。9本目やだ、3本目やだ。もうちょっと頑張った人やつ、気持ちの問題ってあるから、下げるわ、下に置くわ。ちょっと減った感じせえ。あ、減った感じするなぁ。気楽。これ合計何リットルなんだろう。18リットル。俺きつや。ケースってマジ頑張った。どっけ飲めよ、お前も6本まで。もう飲んでるよ、もう6本まで。これ7本目。ちょっと1回後ろ下がらんと楽な体勢になった方がいい。温泉だからね、リラックスないと。バカ、お前そし計算狂うだろ。違う、お前それ兄貴の酒好きやろ。お前これ飲んだよ、俺これカウントしてしまいたくなるよ。一気っきりのきっかい。はいはいはい。イエーイ、俺3本目単位。いや、ほんまにきつい。わかった、サウナ行こう。水分出して、もう一回飲み乾いた状態にして全員で一気に切っちゃう。それ天才的な考えでやろう。一旦それ水分出しましょう。じゃあ本気で汗かこう、全部。今
対無理。これ曲がろうとしてる。無理 GA に。ゴルフと言っても切れそう。ちなみに俺もゲー吐きそう。サウナの入り方の講座ですか、その動画は。あの、サウナ部。いいですね、その動画。あら、バイト来たんじゃないですか。だいぶ、だいぶ書いたな、一瞬で。戻りますか。行きますか。うぇーい。受けた。きついね、だって受け。今日の無理やったと思うんだけど。1本行くわ、頑張って。だからその後も続けろよって言ってんの。やっぱりラッテン。もう僕、飲みました。あのね。わかったよ、じゃあもうあと1本だけ飲んで帰るわ。また戻ってきたよ、もう行くか、お前らの子を思い乗って乾杯乾杯口の中ディズニーランドキャラクターポップコーンの味になってる。マジでそれ、うん、よろし頼む、ここに出すな。無限じゃない、確かに結構出たよ、やる必要ないじゃん。じゃあ無限じゃないけど、どこまで行けるの。じゃあ分かった、俺ほんまの限界まで飲み続けないから。行きます。先入観かも、こいつってマジで。どうでたって変なこと言わないで、ふーちゃんから。もう全然余裕そうだもんな。ほらもう余裕そうやし。はい、ビジネスだから、だからなんだろう。おっこれはすごい元気やった。昨日の年よく見るやつ。もう無理なんだよ。確かに分かった。分かった。最後乾杯して。無理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 。使ってる演技派や。行きます。まあ静かに立ち上がった。一瞬何本。ちょっと待って、今何本。42です。50行こう。行くのは良くないと思う、マジで。なら、おめでここで平行になった。変だった、一回。今やってんの。あ、平行でシャワー。あ、そうだよ、お前。ケツにお前、横の場面ついてんの。待って、あぶねえ。じゃあ、行きましょうか。はい、これは下関。ガチクソ出てんだけど。下関だ。あはは、飲んだけど、あれしろって出てんの。授業本命いただきます。うわぁ、あと3本で50本。1本ずつ飲めば50だ。おぉ、やばい、クシュナみたいになってるもん。止まれないで。止まれないで。やるな、やめな。キーポがいい。おろふーい、ギブアップ。もうこれでしか勘弁してください。なんでだよ。待って、俺見逃したんだけど。早すぎて。お前、なるかのバレるんじゃんか。バレバレね、やめろって。一人になってしまいました。よし、15本目会員。マジで16本目会員でございます。50本達成いたしました。よっしゃー。やべ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 、ダメだよ。何がお前すんのは。していいやん。これはラベルもいいやん。ここで平行に17本いただきます。マジバグ。17終了。おい、18。はぁ、いや、もういいよ、もう。19。頑張れやろ。こんな無駄な企画お前やん。頑張ってる人がいたから無駄な企画が一番やばいやん。もう嫌だって言ってるじゃん。もう無理じゃん、その顔は。ついに20本目ですよ。そう、我慢して。なんかその嘘を一回やばい。島村の顔見てみる。サトルに入ってこれ。やばっ。ギブアップ。はい、ということで、もっちゃんお疲れ様でーす。お疲れ。すげえ。検証結果、無理。まあ無限は無理やったけど、全員で何本飲んだかだけ数えていきます。はい、53本でーす。やばいよ。うちの20本がこの関取さん。関取さんでございます。ロッツさんです。すごいわ。もうお別れしたいでしょ、動画と。いや、本当に早く出てきて。ということで、次回はケイスケのフルーツ牛乳無限説でお会いしましょう。はい、さようなら。バイバーイ。ありがとう。食らうからチャンネル登録。
シャゴー。 S ポワールトライブ時代を変えるために今アクションやがよ。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 S ポワールのインパクト。